ワンダースクールを見ている皆さん、こんにちは。漫画家、イラストレーターの朝木真希です。この授業ではパラパラ漫画の描き方やコツを教えます。前回の動画では、ボールのキャラクターを通してパラパラ漫画の基本的な動かし方を教えました。今回はその手順を生かしてキャラクターを動かしてみましょう。まずは私が描いたパラパラ漫画を見てみましょう。ページが進むにつれてキャラクターの手足が前後に動いて前に進んでいるのがわかりますね。このパラパラ漫画では2歩前に進むまでに8枚のイラストを描いています。分解するとこのようになります。これを繰り返し描くことでキャラクターを動かすことができます。では実際に描いてみましょう。まずは頭や体の位置を決めましょう。スタートのイラストは両手と両足を大きくまっすぐ広げている状態です。左手と右足が前に出るようにしましょう。2枚目のイラストは両手と両足が少し体の方に戻っています。この時のポイントは足。前の足はまっすぐのままですが、後ろの足は膝を曲げてあげましょう。3枚目のイラストは地面に着地している時の様子です。手は真下に向かって描きます。前の足は地面に着地しているので地面に向かってまっすぐ、後ろの足は膝を曲げたまま体の真下に来るように描きましょう。4枚目のイラストは2枚目のイラストのように両手と両足が少し開きます。2枚目の時には左手と右足が前に出ていましたが、ここで逆になります。右足はつま先が地面についている状態にしましょう。また左足はまだ膝を曲げたままにしておきましょう。5枚目から8枚目は1枚目から4枚目までと手足が逆の状態になります。1枚目から8枚目を連続して描くことで左に向かって動いているように見えますよ。実際に動かしてみましょう。上手にできました。素敵な作品が出来上がったらワンダースクールのアプリを使って作品を撮影してみましょう。まずはワンダースクールのアプリを起動、右下のカメラボタンを押しましょう。次に下の方にあるフォトフレーム付き動画撮影ボタンを押しましょう。すると中にはたくさんのフレームがあります。今回はお花畑のフォトフレームがぴったりですね。撮影はカメラを動かさないようにすることがコツです。洗濯バサミを使えば
簡単にスマホを立たせることができます。最近は100円ショップにスマホ用の三脚も売っているので活用してみてください。カメラを固定したら両肘、両腕をしっかりとテーブルにつけてパラパラ漫画をカメラの前に持っていきます。こうすると手の動きが少なくしっかりとパラパラ漫画を撮影できますよ。お花畑の中を進むキャラクターの動画が撮影できました。ワンダースクールには他にもパラパラ漫画用のフレームがたくさんあるのでぜひ使ってみてください。アイデア次第でキャラクターにいろいろな動きをつけられるのがパラパラ漫画の魅力です。みんなもたくさんパラパラ漫画を描いてワンダースクールに投稿してくださいね。